はい、こんにちは。いくよ。はい、こんにちは。ハチです。ハチ、これ見て。ハチです。旦那です。ハチ団です。イエーイ。はい、ということで、本日は嫁様、和歌山に行ってますので、不在でございます。初めて、2人でね、撮影をやってるんですけれども、今日のテーマは、ズバリ、ダダン、ワンキャンについて、ワンちゃんとのキャンプについて、先日 YouTube コミュニティで犬とのですね、犬連れキャンプについてっていうことで、アンケートとコメントを募集しました。ということでアンケートの結果とコメントの方の読み上げ、本日はやっていきたいと思います。初できる？できますか？できるよね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますわ。じゃあよろしくお願いします。やってきます。キラリン。その席は俺の席だ。何やってんだ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ということで、早速やっていきたいんですけれども、その前にちょっとだけ、ご報告がございます。実はですね、今日撮影してますけれども、この撮影日のね、昨日ちょっと嫁様の方から、和歌山のね嫁様の方から連絡がありまして、実はちょっとお母さんの状況があんまり芳しくないと。ということで実はですね、来週帰ってくる予定だったんですけれども、急遽ね、帰ってくることがちょっと難しくなりましたということで、今後ですね、このハチと僕と2人でこういう風に撮影する回が増えるかなと思います。ちょっとまだ分かんないんですけれども、嫁様がねちょっとしばらく帰ってこれない可能性がぐっと高まったので、その際はですね、僕たち2人でやっていきますので、温かい目で見ていただければなと思います。よろしくお願いします。まあ、次回も確定だね。2人でやろうね。はい、ということで早速なんですけども、まずは、アンケートの結果ですね。3つの選択肢をお願いしました。1つ目、犬連れキャンプ大歓迎っていう欄ですね。2つ目、犬連れキャンプ苦手っていう項目で、3つ目はどちらとも言えないという項目を用意しました。で、選択式でどれかを選んでいただくっていうことで選んでいただいたんですけれども、なんとですね、本当に投票数がね999でした。昨日まで999ですね。本当にたくさんのねご投票ありがとうございました。で、結果からいきますね。まず1つ目の犬連れキャンパー大歓迎と、こちらの方が 78% でした。やっぱりね、大部分の方は大歓迎っていう、まあ僕たちのね、チャンネルの視聴者さんが大部分でしょうから、特にそういうふうに結果になるのかなと思うんですけれども、逆に、犬連れキャンパーは苦手とお答えいただいた、方が 7%。 これね、僕ね意外といるなとは思いました。やっぱりいるんだなって。まあいますよね。まあ、いろんな意味があると思います。これ今回ですね、コメントを読み上げていきますけども、なんとなくそこら辺が見えてくると思います。ということで最後にどちらでもないという方が、16% という結果になりました。もうなんとなく見えてきますよね。どちらでもないんですよ。で、逆に言うとどちらでもあるんです。これがね、僕すごい印象に残りましたね。ああこういうことかっていうのが、もうもちろんコメント全部読んでますんで、僕なるほどねっていう感じは、思いました。ということで次はですね、コメントをちょっと読んでいきたいと思います。水飲みますか。美味しいね。あ、いいね。めっちゃ飲むやん。美味しい。
はい、ということで読んでいきたいと思います。さすがにあれだね、 RG がないと無理だね。 RG つけさせていただいて読んでいきたいと思います。本当にね、コメントもたくさんいただいてます。ありがとうございました。本当にためになるコメントばっかりで、今回ねコメントをちょっと多数いただいてますんで、時間内に全部読み切れないかもしれません。そしてやはり内容的に被るような内容もあるので、全部が全部読めないかもしれないんですけれども、私たちね嫁様もそうなんですけど、必ず全部読ませていただいてますんで、本当にご協力ありがとうございました。はい、ということで、すみません、コメント読んでいくんですけれども、お名前の方は読み上げませんので、あらかじめご了承ください。時間の限り読めるだけ読んでいきますので、読んでいきます。はじめまして、道東でミニチュアシナウザーの親子4頭とキャンプしてます。4頭、すごいですね。ペット不可のキャンプ場もまだまだ多い。焚き火台使用でも、焚き火台の使用でも焚き火ができないところもありますと。両方の条件をクリアできるところを探していきますが、やはり行ってみてウェルカムなところを安心して、リピできますと。賑やか家族なので、ペットサイトがないところでは予約時にご迷惑にならないところをお願いしてます。なるほど。まあ、要は4匹飼ってらっしゃるから、なかなか賑やかな状態になるので、周りにお気を使われているということですね。まあそういうことも大事ですよね。まあその方がねお互いにいいですよね。それはわかります。うちもね気にしいなタイプなんで、どっちかって言ったらそういう感じになるかな。まあ大型犬なんでっていうとこかなとは思います。次いきますね。きちんとしつけされてるワンちゃんであれば問題ないかな。リード長くしてほったらかしとか、吠えてるのにほったらかしとかなければ良いのでは。子供ほったらかしの迷惑キャンパーみたいな感じと一緒で、ペットほったらかしで自分たちだけキャンプ楽しむとかなしだと思う。確かに、わかります。まあ、こういうことですよね。結局先ほど僕ちょっとお伝えしたどちらとも言えないっていう方の、まあ、典型的なパターンですよね。このパターンが要はどっちにでもなり得るということですよね。うるさかったり全然、まあうるさくても仕方ないんですよ。僕もそうなんですけども、うるさいとかよりもやっぱりその何も言ってくれないとか、そういうことの方が気になる方って多いと思います。僕も割とそうです。全然いいんですよ、吠えてようが、まあ、例えばお子様が騒いでようが全然僕もいいんですけども、やっぱりそこに対してこう配慮がないっていうんですかね、配慮がない姿を見てるとちょっとどうなんだろうって思うことはやっぱりありますね。なんかすいません、うちの犬ちょっとうるさくて申し訳ないですって言われたら、全然いいですよとかって 言っちゃうじゃないですか。まあ、そういうことですよ。はい、次行きます。春から秋までの間ですが、ワンちゃん連れキャンプをしていますと。2代目のワンちゃんを迎え入れ、一から準備して今年もキャンプしましたと。ワンちゃんゼロのキャンプの人が増え、動画で見れるのが楽しみですということで、いいですね。うちも早くキャンプしたいです。ワンコ連れは大歓迎なのですが、甘噛みが癖になると大きくなった時に怪我をしたりさせたりの元になりますので、甘やかさずにしっかりとしつけをお願いします。はい、そういうことですね。やっぱりしっかりしつけしてからキャンプ場に連れて行きましょうっていうことはやっぱ思いますね。ありがとうございます。愛犬はウィペット、ミニチュアダックス、ウィペット中型犬 ×2 ミニチュアダックス ×1 連れてキャンプしてますと。ワンコ連れキャンプ大歓迎、ありがとうございます。ワンコが落ち着ける場所、コット等を準備してあげれば落ち着くかも。あー、なるほどですね。確かに、周りに迷惑をかけないように静かにワンちゃんを過ごさせたい場合のアドバイスですね。確かに落ち着ける場所っていうのをワンちゃんに用意してあげる、これ大事ですよね。だって蜂だ、ここに慣れて、蜂ここに慣れてくれたらいつもこれ持ってってあなたのお住処にしたらいいじゃないですか。まあ、出入りが難しいか。はい、私も50歳になったらワンコ買って犬連れキャンパーになる予定なので楽しみにしてます。いいですね。黒ラブも飼ってた頃もあり、黒ラブ2代目で、ペット系のキャンプ場少なくて野営場とか行ってました。あ、野営場はいいんですね。スッツ野営場で海で犬を泳がせたりね。2年前に亡くなり、インスタでストーリーでコメントしましたけど、ゴールデンレトリバーの1歳とワイヤーダックスの2歳の2匹でドッグラン付きの追い上げファミリーキャンプ場行ったりします。なかなかね、やっぱりペットサイトってね少ないですからね。いわゆるドッグランサイトみたいなのって少ないので、まあ野営場ね、まあ、そこら辺はちょっとチェックしてみないと分かんないですけども、無料キャンプ場とか野営場は OK なとこが多いのかな。ちょっと調べてみたいと思います。ありがとうございます。
犬連れキャンパーとしては願いも込め歓迎の方へ一票入れさせていただきました。ありがとうございます。無駄防衛と脱走は他のキャンパーさんへの迷惑になってしまうのでそこは気をつけています。はい、ドッグランサイトだと犬も飼い主もストレスが軽減されますよね。ハチ君との初キャンプ楽しみですね。ありがとうございます。そうですね、やっぱりね、しつけが大事だっていうことですね。はい、続きまして、私個人としては、歓迎ではありますが、キャンプに来ている方全員が犬好きとは限らないためにどちらでもないと回答させていただきました。ありがとうございます。そういうことですよね。続きまして、うちはトイプードルですが二頭連れでキャンプ行ってます。いいですね。我が家も、チワワを迎え入れファミリーキャンプ16年目。おー、ペットキャンプデビューしました。ああ、なるほど。場所は迷わず北広島カエルキャンプ場。ああ、そこはやっぱり良さそうですね。ペットサイトではなかったですが、犬だらけで比較的すんなりデビューできました。サイズは違いますが勉強させてください。こちらこそよろしくお願いします。そういうこともありですよね。要はワンちゃんが比較的多いキャンプ場さんを選ぶ。これね、大事だと思うんですよ。やっぱりまあ、薄まるって言い方したらですけどね、周りがワンちゃん飼ってるキャンパーさんが多ければ多いほど気楽は気楽ですよね。これは大事だなと思います。はい、ありがとうございます。我が家はゴールデン2匹と賑やかに過ごしております。なかなか大型犬歓迎キャンプ場やホテルがないので激戦です。残念ながら NG が多いです。お、ペコラキャンプ場さんにも行ってらっしゃるですね。宝田さん、東亜湖の宝田さん、旭川の看板犬がゴールデンの、看板犬がゴールデンなのか看板がゴールデンなのか分かんないですけど、デニーズストアさんっていうのがあって、そこのことを今ここに書かれてますけれども、ここね、うちもね、行ってみたいとちょっと思ってて、近々遊びに行きたいなと思ってます。で、なんか撮影なんかできたらいいなと思ってるんですけども、まあとりあえずは行くだけ行ってみようかなと思ってます。本当そこでいいの？じゃあそこでいいならそこにいてください。うちは猫ですが、良き車中泊の相棒で楽しい旅を過ごせてます。やっぱり猫ちゃんね、キャンプってあんまなくて、まあね、車中泊なら全然いいですよね。うちの嫁様猫ちゃん好きなんで、最初ね、猫ちゃん欲しい猫ちゃん欲しいって言ってましたけど、うちはもちろん大歓迎屋でありがとうございます。チワワ2匹とキャンプしてます。キャンプ場はペット OK の場所だけなので場所は限られますが、愛犬とのキャンプは楽しいですよ。ありがとうございます。我が家はコーギー2匹とキャンプです。ドッグサイトだけのキャンプ場とかよく行きます。ファミリーキャンパーが少ない平日に行くキャンパーです。関東ですが、栃木に我が家の理想なキャンプ場があるのでよく行きますと。もちろんドッグサイトです。それから動画を拝見して思ったことは、甘噛みはやめさせましょう。後々面倒なことになりますよなりますよって、やめましょうって、まあ、やめさせやってます、いろいろと、ごめんなさい。画面上でね、これ皆さんから結構ご指摘受けるんですけれども、容認はしておりません。まあただご指摘はごもっともです。気をつけてやっておりますので、今後もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。我が家は中型犬2頭とキャンプをしております。設営の時はまだかまだかと吠えるので、とにかく端っこからトイレの超遠い場所やら試行錯誤しております。そんな犬中心のキャンプです。まあそうですよね、結果犬中心となるのはもう仕方ないですよね。僕たちもそれは覚悟の上ということでございます。2歳のゴールデンと2匹のプードルを飼ってます。ペット科のところは多々ありますが、ドッグサイトはなかなかないですね。大型犬なのでフリーにさせたいのですが、ドッグサイトがあっても値段高いですね。確かにね、なかなかないですね。ドッグサイトっていうのはやっぱりないですね。ペットサイトに関してはそこそこあると思うんですけども、まあ、いわゆるドッグランサイトっていうんですか、囲まれたようなドッグサイトっていうのはやっぱりなかなかないですよね。そこら辺は仕方ないのかなとは思います。ありがとうございます。こんばんは。うちもいつも犬を連れて北海道のペット桶のキャンプ場に行ってます。ちなみに鶴居村にある鶴の里キャンプフィールドはおすすめですよ。ありがとうございます。釧路のね、鶴居村の鶴の里さん、僕らもね、何回か行ったことありますけれども、本当ね、広々とね、あ、そこペット OK なんですね。僕たちはね、ペットを飼ってたわけじゃない、ワンちゃんも飼ってたわけじゃないので、行く先々のキャンプ場さんがペット OK かどうかって調べたことがあんまなかったんですよ。これからはね、ちょっといろいろ調べながら動きたいなと思います。続きまして、こんにちは。うちも2頭連れでキャンプ旅行よく行きます。来年はバンコンキャンピングカーが納車なので、嫁旦さん主催のキャンプに参加してみたいなと夢見てます。ありがとうございます。なるほど、来年バンコンキャンピングカーがとうとう納車になるんですね。ぜひね、うちもね、何か来年できたらぜひその時はよろしくお願いします。はい、続きまして、お留守番の時は旭川デニーズさんがおすすめですよ。あ、ペットホテルもやってはるんかな。
こちらもね、先ほど出た旭川のデニーズさんっていうねお店なんですけれども、ありがとうございます。うちはサイズ小さめのチワワですが、初キャンプからずっと一緒です。トイレとか食事スペースを考えて結局大きめのツールームに収まりましたが、荷物は増えるし、お水やご飯にしても手間かかりますね。やっぱり一緒がお互い落ち着きますね。まあ確かにね、うちはねもうデビュー戦はこれっていうテントは決めてるんですよ。まあまあ大体想像されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、大体これっていうふうには決めてます。はい、ありがとうございます。もちろん我が家も大歓迎ですということでね、 D-MAX さんね、まあそうでしょうね、いつもずっとそうやって言ってくれてるんで。この D-MAX さんという方はもううちがねこの子を買うきっかけの一つになったかもしれないっていうぐらい、ほんと可愛いねゴールデンドゥードル、ゴールデンドゥードルっていうミックス犬を飼われてるんですよ。ちょっとねその時にやっぱりきっかけというか、やっぱりいいねっていうふうなことはいつも言ってたので、うちの動画に出てらっしゃる方なんですけども、あーち。はい、続きまして、いつも動画楽しみにしてます。我が家はミニシュナ3匹と夫婦でキャンプしてます。ドッグランがあるキャンプ場やサイトにドッグランがついてるところは安心していきます。人間用の荷物は多少忘れ物があってもなんとかなりますが、ワンコ用は特に気をつけて準備します。食べ物も特に気をつけてます。体調を崩すとかわいそうなので、ワンコと一緒のキャンプは最高です。楽しんでください。ありがとうございます。僕ねこのコメント結構グッときて、そうなんですよね、僕らよ自分たちのものを忘れ物するので気をつけなきゃなと思ってます。あの自分たちは自分たちが我慢すれば問題ないんですけれども、ワンちゃんのものを忘れるって結構致命的なケースが多いみたいで、例えばリードを忘れましたとか、あとフードを忘れましたとか、やっぱりね気をつけなきゃダメだなと思ってます。ありがとうございます。これはね本当にすごい感銘を受けました。私は常に愛犬チワワと一緒に出かけます。もちろんキャンプも一緒です。一人で出かけると気になるし寂しいのでということで、ありがとうございます。千葉県にあるドッグプールビレッジ、夏はおすすめです。ありがとうございます。お水好きなゴールデンも本当に楽しそうでした。調べてみよう。そういうところはやっぱ本州多くて、北海道はちょっと少なめなんですよね。あの水場があるというかプール付きとかっていうのはあんまり見当たらないですね。本州行きたいな。昨年亡くなってしまいましたが、キャンプにはチワワも一緒に行ってました。ハチ君は大きい犬種ですし、必ずしも皆が大好きとは限らないので、無駄吠えしない、人に飛びつかないなど、しっかりとしつけをしてからキャンプデビューしてくださいね。ありがとうございます。そうなんですよ、やっぱり大型犬ってそういうこう宿命というか、誰もが、まあ、好き嫌いというよりはやっぱり怖い怖くないがあると思うんですよ。大きい子が怖いっていう方は絶対いるし、やっぱ大きいですから、もし万が一ですよ、噛みついたりなんかしたらやっぱり非常に危険なことになるので、それはね飼い主としては相当気をつけなきゃいけないなとは思ってます。ありがとうございます。昨日もハスキー連れてふもとっぱら行ってきました。お、ハスキーちゃんいいですね。普段散歩で使ってるリードで係留してたのですが、食いちぎられますすごいな、食いちぎるな。キャンプではドッグペグと、係留用ワイヤーリードがあった方がいいですよと。ありがとうございます。ちょっとそこら辺はね、あの大型犬ユーザーさんのね あるあるをね教えていただければ助かりますね。やっぱそこら辺気をつけないとね。危ない。はい、ありがとうございます。もうちょっとだから。ワンちゃんも家族です。うちは子供連れのためワンちゃんをビビらせる行為をしないかいつも心配してます。ワンちゃんによって触れたくない場所とか違うと思うので、撫でるときは顔だけねなどお声をかけてもらえたら、お互いに距離が保てて助かります。ああ、なるほどね。キャンプ場ってやっぱりお子様も多いので、お子様とワンちゃんとの距離感っていうのは大事ですよね。そこら辺をやっぱり飼い主さんとか、親御さんがねうまいことを、ね、連携を取って調整できると、なんていうんですかね、お子様もワンちゃんが大好きになるし、ワンちゃんもワンちゃんは基本子供好きな子多いと思うんですよ。なのでますますねそういう子供好きというか人間好きというかね風になってくれたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。実家に黒ラブがいたのでワンちゃん大好きです。犬連れの方を見かけると声かけてしまいます。ありがとうございます。いつも楽しく拝見してます。隣町に住んでいるゴルガイキャンパーです。あら、隣町近いですね。隣町ってどこなんだろう。
北海道で近年ワンコ連れ OK のキャンプ場が増えてきたけど、サイトの制限があったりと、まだまだ本州に比べたら少ないかな。確かに。あ、じゃあ本州とかも知ってらっしゃる方なんですね。そうですね、あのワンちゃんが OK なキャンプ場さんはまあそこそこあるかなとは思うんですけれども、確かにね、先ほども言いましたけど、ドッグランサイトみたいなのはもう北海道はほぼほぼないですからね。僕の知ってる限りで2つ3つぐらいしかないんで。ゴールデンは寒さには強いけど暑さにめっぽう弱いので、真夏のテント泊キャンプはいろいろ工夫が必要か。もう本当そこですよね、テーマですよね。確かに大型犬はやっぱり暑さに弱い大型犬多いですから、特にゴールデンとかね、気をつけなきゃですね。ありがとうございます。はい、続きまして大歓迎ですこれから八王子から応援してますいつか八王子に連れて来られたら絶対に行きたいね。うちの子八なんで、王子ですから、もちろん息子ですからね、八王子でございます。はい、ワンコキャンプおめでとうございます。ありがとうございます。我が家は柴犬といつも一緒にキャンプに出かけてます。愛犬は自然の中にいるとき生き生きしてます。なのでキャンプは老夫婦&ワンコと一緒です。はい、ということで続きまして、犬連れキャンプ気をつけることが結構あります。お風呂行くのに涼しい時期なら車待機でも夏場が大変です。片方ずつ行って車エアコンつけて待機。夏場はかなり神経使うよ。でも一緒だと楽しい。ありがとうございます。確かに真夏はテーマですよね。真夏どうするかなっていうのはよく考えますよね。うちの子は真夏生まれですけど、うちに来たのは秋なので、今いい時期なのでいいんですけれども、真夏のことはね考えないとねあかんの。うん、待ってね。はい、もうちょっといつも拝見してます。ありがとうございます。しっかりトレーニングされてる方のマンコなら大きくても小さくても好きですが、全く放置状態の方の犬は大きくても小さくても苦手です、と。まあこういうことですよね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。アンケートどちらでもないに1票です。ありがとうございます。犬連れでもなくてもキャンプ場では楽しい一場面かなと思いの1票です。ありがとうございます。嫁旦那さんにハチ君が家族になって、これからの動画が楽しみだなと思ってました。私は動物が好きですが、飼ったことはなく、キャンプ犬への道、家族のやり取りが普通に垣間見える動画が楽しみかな。まずはゆっくり一歩一歩で、ということでありがとうございます。そうですね、まあ焦っても仕方ないので、ある程度この子に合わせながら、ゆっくりやっていきたいなと思います。はい、ということで最後ですね。いつも楽しく拝見してます。ワンコ勢大歓迎です。ありがとうございます。うちも3匹のワンコ連れてキャンプ行ってます。6月末に1匹、虹の端に行ってしまいました。ドッグフリーサイトに行くのが多めですね。ワンコものびのびできるので、これからハチ君の成長が楽しみですね。ありがとうございました。はい、ということで、一気にね駆け足で読ませていただいたんですけれども、本当にねたくさんの投票とね、アンケート投票と、コメントありがとうございました。最後にね、ちょっと今回のアンケートに関してね締めたいと思うんですけれども、僕の印象ではやはりね、僕らに気を使っていただいて、優しい言葉をね、お言葉をかけていただいたことが多いなっていう印象があったし、アンケート自体もね大歓迎ですよって答えをいただいた方も多いのかなと思いました。まあそれは仕方ないなとは思うんですけれども、ただその反面ですね、実際にやっぱり嫌だよっていう方結構いるんだなっていうのも思いました。そしてやっぱり最初も言いましたけど、どちらでもないっていう回答、これにやっぱりつきますよね。で結局どっちにでもなるという何件かありましたけれども、全く放置だったら嫌だし、でも放置じゃなくてちゃんと見ててくれたら全然 OK だしっていうコメントありましたけど、僕も本当そう思うんですよ。だからこれは人間だろうがワンちゃんだろうが、まあ、お互いのマナーっていうんですか、もうこのマナーに尽きるなっていうのはありますね。もちろんキャンプ場さんのルールに従うっていうのが大前提ですけども、あとはやっぱり個別にね、お互いに気を使いながら、ワンちゃんだとか、人間どうしても一緒だと思うんですけれども、キャンプ場を楽しむっていうのが一つの必要なことなんじゃないかなというふうに感じましたね。まあ皆さんそんなことは分かってることで、僕がね今更言うことでもないのかなとは思ってますけれども、今回またそこら辺を再認識させていただいたアンケート結果になったと思います。ありがとうございます。まあね、これからまだまだハチがキャンプデビューするまでね、やらなきゃいけないこと
教えなきゃいけないことはたくさんあるので、この動画見てね、また思うことがあったら全然コメントしていただいて、アドバイスいただければなと思います。僕らも本当にそれ全部一つ一つね、やっぱり勉強になるし、犬は 僕はもちろん飼ったことがありますけど、キャンプ場に連れて行ったっていう経験はあんまなくて、まあゼロではないですけれども、そういったことをねやっぱり客観的に教えてくれる方がねいると本当にありがたいので、ぜひぜひコメントいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、最後にですね、最初にお伝えしたその嫁様がね北海道に帰ってこれない状況にちょっとなりそうなのでっていうお話をしたんですけれども、これからねそんなこんなでそもそもが行ったり来たりしてるんですけれども、和歌山と旭川とね行ったり来たりしてるんですけれども、ちょっとね嫁団の方の動画をもしかしたら休んだりとか、まあやめることはないんですけれども、休まざるを得ないっていう時もあるかも分かりません。ただ今のところはなんとかね、ハチと僕と2人でね頑張ってね続けていこうと思ってますので、ぜひねチャンネル登録していただければ励みになりますので、僕たち2人でもねなんか見たいよって言っていただいて登録していただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。そしてねもちろん西が八、西家の方もね、こちらの方はね八が中心なので、撮影もできますので、要は嫁様がいないとねいろいろ撮影が難しくて、嫁団の方はこういう感じだったら全然できるんですけれども、まあそんな感じでねいろいろやっていきます。よろしくお願いします。よし、八見るよ。はい、八見て、八見て、よいしょ、見て、はい、よいしょ、いくよ、八。はい、それではまた次回お会いしましょう。嫁団でした。ハチでした。ありがとうございます。かやーかやーんかやー、ありがとうございます。で、よし、はい、お疲れ、ハチやー、はい、お疲れ、はい、よかった、ハチやん。